別方向から、長石発電所の縮尺模型ランス長石発電所とは、フランスブルターニュ地方のランス川川口にある、長石発電の発電所である、フランス電力が運用している。1925年にフィニステール県のアバーラック H で、長石発電所の建設が行われようとしていたが、財政難により1930年に中止された。それに続く、事業案として、 この発電所が計画された。潮汐エネルギーの利用は全く新しい概念というわけではなく、特にランス川沿いの潮の看満さが大きい地域では昔から潮緑水車が使われていた。潮汐発電所をランス川に建設するというアイデアは1921年のジェラール・ボーイズ・ノウアーから始まる。ランス川は看板の差が平均で8メートルと大きいことが 魅力であった。1943年から、長石利用研究協会が、ランス川で、長石発電を行う研究を開始したが、1961年まで、実行に移されることはなかった。発電所の建設に先立ち、建設予定地の排水を行うためのダムを2期、2年がかりで、建設しなければならなかった。ランス川が2基のダムで完全にせき止められ、 1963年7月20日に発電所の建設が開始された。建設には3年かかり、1966年に完成した。同年11月26日に、当時の大統領であったシャルルド・ゴールにより発電所の落成式が行われた。1967年7月1日には発電所のダム上の道路が開通し、 1967年12月4日から送電が開始された。24機のタービンによる最大定格出力は24万キロワットで、フランス全土で消費される電力の0.012%を供給する。年間の発電量は約6億キロワットアワーで、平均出力は約6.8万キロワットである。ディナールとサンマロの南の川口部にダムがあり、 その長さは、西のブリビーから、東のブライアンタイズまでの750メートルである。ダムのうち発電所の部分は、長さが332.5メートルで、潮の満ち費が及ぶ面積は22.5、軽平方メートルである。タービンは双方向に機能し、川の流れと潮石を交互に利用する。発電所の建設費は多額であったが、その費用はすでに回収済みで、発電コストは、 原子力発電よりも安い。ダムにより、ランス川には、沈泥が堆積してゆくこととなった。ヨーロピアンシーバスや高イカは回復したが、イカナゴやカレイは姿を消してしまった。川口部には確かに潮の流れがあるが、生態系への影響を抑えるために、EDF ではそのレベルの調整しようと試みている。潮汐発電所は、年間20万人が訪れる観光名所である。 ダムの西の端には拷門があり、年間1万6000隻の船がイギリス海峡とランス川を行き来している。ダムの上には県道168号が通っており、ディナールとサンマロの間で車両の通行が可能である。ありがとうございます。